鹿島港南駅ホーム、鹿島港南駅,駅前の様子鹿島港南駅は、かつて、茨城県鹿島郡上須町に設置されていた鹿島、臨海鉄道鹿島臨港線の駅である。1978年から1983年までの5年間営業していた。パイプラインの付設によって行うことになっていた鹿島港から新東京国際空港への燃料輸送が、 国設工事の遅れのため暫定的に、鹿島臨海鉄道を用いることになった。これに伴う地元への見返りとして、鹿島神宮駅北鹿島駅上ミ駅、鹿島江南駅間で旅客営業を実施することになり、旅客営業区間の終端として設けられたのが、当駅であった。上ミ駅などと違い、旅客専用の駅として設置された当駅は、旅客営業が 暫定的ということもあって駅舎は建設されず、単式ホームに屋根とベンチがあるだけの簡易な構造の無人駅とされた。また閉塞も当駅を挟んだ、上須駅、地主駅間で一区間のままとされ、当駅に到着した列車は一度地主駅まで引き上げて、折り返していた。廃止時のダイヤは朝、昼、夜に当駅鹿島神宮間の折り返し列車が3、往復設定されているだけであった。 当時の当駅周辺は、水田、荒野や森林が広がる中にあった。地元利用者も少なく、利用客は1日平均十数人程度であったという。このダイヤは、地出川を基準に決定されており、列車が到着してから折り返し列車が発車するまで3.4時間、開くため、乗りつぶし目的の鉄道ファンが列車できても、折り返す手段がなく困ったという。このような状況であったため、 作家の宮脇俊三が鹿島臨港線の乗車に挑んだ際には、行きは列車でなく、調子からタクシーに乗って、当駅に向かったという逸話もある。パイプラインの完成に伴い、1983年に旅客営業は終了、旅客専用駅である当駅は同時に廃止された。その後、付近に県道240号と鹿島港の 南公共不動を結ぶ道路が整備され、駅のあった場所は踏切になっている。駅設備の痕跡は全くなく、踏切の名称、鹿島港南踏切に、かつての駅名を残すのみとなっている。ありがとうございます。